今日は44回目であります。今を去る39年前にですね、小説家の三島由紀夫さんが自衛隊市ヶ谷のバルコニーでですね、戦後日本の平和主義とかあるいはですね民主主義に抗議して自衛隊の決起を促しつつ、いわゆるその割腹自殺をですねされた日が11月25日であります。富岡浩一郎先生をお呼びしてですね、三島由紀夫が我々に何を伝えんとしたかと、我々は何を汲み取るべきかということをですねやってみたいと思います。この番組は高旬のエバーライフの提供でお送りします。ところで秋山さん、富岡さん、はい、1970年11月25日、はい、僕は後で喋らせてもらいますけど、はい、その三島由紀夫さんがですね亡くなったというか、あの自決された日にどこで一体あなたは何をされておられたか。僕はあの銀座の画廊に2、3待っていたら、あのなんか三島さんが割腹自殺したというのが情報入ったんです。それからしばらくしてもう夕刻に、時間正確じゃないですよ、夕刻に近く市外に飛んでたんです。したらもうあの検証をまあやってる最中かも分かんないですが、一本こう資産が竹蔵にね、死ぬ周りがこうしらしらとこうなってるのがね、なんかえらいなんか、あの印象的っていうか印象的に通り過ごして、なんか不思議だったですね。その時富岡さんは何年生？いや私はですね、あの中学1年ですね。昭和45年で、それで実は中学校に行っておりましてですね、ちょうどあの盾の会が乱入したのが12ちょっと前ですね、三島由紀夫が割腹したというのがテレビでですね、お昼過ぎに流れてですね、私ね職員室行ったんですよ。そしたら先生方がね、中学校の、総立ちになってテレビの前でね、三島由紀夫が切腹したと、実はね私あのまあ中学1年ですから、実は知らなかったんですよ、三島さんっていう、あの全然本などをですね読んでなかったんですね。それでなぜかですね、青島由紀夫と聞き違いましてですね、あの、まあ、都知事もなかったんですが、当時はテレビですごく人気あって、教室書いてですね、どうも青島さん、切腹なんで切腹してんだろうって言ったら、先生がですね来ましてですね、いやそれは三島だと、知らんのかと言ってですね、1時間英語の先生だったと思うんですよね、授業潰してですね、三島さんの小説の話などしてくれたんですね。ですから実は私が文学なりですねこういう関心を持ったのはそれ以降ありまして、もしかしたら三島が自決してなかったら、今日ここにいないのかなっていうか、別ななんかですね方向行ってたかな、まあ、あれから39年経ってしまって、もうそうですね、私もあっという間に、三島が45歳で自決しましたから、そうですね、もうその年もですね、あっという間に過ぎてしまったという。私は35歳ですね。ああそうですか。なんかね、いろいろこう感慨深いものがございますね。僕はね31歳でしたね。あるね新聞社の、研究所でアルバイト生活をまだしてて、それでちょうどその時刻に友達からね、あの電話かかってたんですよ。そこに それで三島がその自決したって話を電話で聞いて、一瞬ね、今で覚えてるんですけど、スーッと何かこう背筋が寒くなって、多分その血の気が少し引いたんでしょうね。あの時のふっとこう身震いするようなね感じをまだ覚えてますけどね。それはともかく、あの最初にですねバルコニーでのおけるですね三島さんの演説の、まあ、要約となりますけども、あるいはあの時に凄まじいですね、みんなのやじその他でほとんど聞き取れないかもしれませんが、祝約版の演説をですねちょっと聞いてみてください。それは、どうしてそれに気が付いてくれなかったんだ。去年の 10.21 から1年間
俺は自衛隊を送るのを待つだ。もうこれで憲法改正のチャンスはない。自衛隊の本気ではない、全面の本気ではない。これは私は文句はねえさんだ。自衛隊にとって全面の本気とは何だ。もう守るとは何だ。もう守るとは天皇を中心とする言ったことなんですけど ね、僕もこれあのこんな風に聞いたのも実は僕不勉強で初めてなんですけど、部分的にはね、うん、ちょっとね見にしたんですけどね、実はね富岡さんは文芸評論家もなさってますでしょ、うん、僕はいつの頃かっていうかこれ終わった直後にいろんな文芸雑誌その他がね三島由紀夫論のいろんな特集を出しましたよね。名前は挙げませんけどね、僕それを読んでてほとんど全ての三島論というかね、うん、三島の自決についてのですねその批評というかな評価っていうのがみんなおかしいんじゃないかと、うん、まだ31だったけどね分かってましたね、あのという感じてました。典型的に言うとね、まあ、政治家は皆さんの名前知ってるから挙げるだけだけども、え当時の佐藤栄作さんが首相かな、はい首相ね、何したんでしたっけ、頭おかしくて、狂気みたいなね話を、で防衛大臣が中曽根さんから、ね 中曽根さんも似たようなことを言ってて、うんうんうん、まだ政治家はね、まあ、仕方ないと面もあるんですけどね、うん、あの文学者たちがね、うん、何かね要するにあのホモセクシャルのせいじゃないかとかですよ、うんうん、文学的能力に行き詰まったからじゃないかとかですね、うんあるいはそのなんて言ったっけ、なんとかセバスチャン信仰、セバスチャンってのはあれです、うん、苦しみを、はい、苦しみを情熱と感じるね、はいはいはい、そういう風な心境に惚れてたんじゃないかとかですね、はいはい、美学みたいですね、そうね、うん、ああいうの読んでてまだ中学1年生の時は読みはしなかったでしょうがその後お読みになって、はい、まず最初に文芸評論家、ね、富岡浩一郎の三島論、いやいやあれなんですけどね、まあとにかく僕としてもなんであんなね死に方をしたのかって、うん、まあつまり本当にこちらはね戦後生まれでですね、うん、平和で名もないところでね生きてきたわけで、とにかくなんか命っていうのを投げ出してねなんか訴えると、うん、しかも小説家だということでね、うん、最初本当によく分かんなかったです、うん、それから今先生おっしゃったように、まあその後いろいろ私も当時の評論を読みましたけどね、うん、なんかその解釈がねみんなちょっとブレてるというかね、うん、その文学の人はなんかあまりに文学的に狭く ね論じて、それから政治的に文脈するともうあれは右翼でねおかしくなったんだと、うん、天皇主義者だとか軍国主義者だとかね、うん、そういうまあレッテルを貼って、つまりねただ一方でねみんななんかねこうびっくりしたんだと思うんですね、 あるいはすごくショックを受けたんですね、うんうん、あのそういう意味では、それをこうなんかこうごまかすためにね、うん、なんかいろいろなこう分かりやすい自分を納得させるような理由で知識人たちがね、あるいは作家たちがこういろいろレッテルを貼ったんじゃないかと、 そうですよね、そんなねあの印象を、まあ、後にあの読んでみて私は思いましたね。でもね名前はねあのあえてあげませんけどね、何人ものねいわば三島不安の文芸評論家たちがですね、うんまあ、三島三島って言ってた人たちが、うんまあ、外国人の文芸評論家もいたんだけども、うん、こういう方してましたよ、うん、自分は三島文学は素晴らしいと思うと、うんうん、でもね、うん、この市ヶ谷の、自決はそれとは全く、うん、なんていうんですか、うんはいはい、あれ別物であるっていう ね、 そうですね、僕ね例えばそういうの見ててね、うん、ちょっとまあ乱暴に言うとね、うん、そういう批評のがよっぽどおかしいんじゃない、うん、一人の人間がやったんですよ、うん、それはね無縁であるわけはないんであってね、うん、もちろん現れは違いますよ、うんはいはい、文学の現れと、はい、まあ小さいけども政治行動ね、はいはい、現れは違うけど同じ人間がやったんだから、はいまあ、通底というかね、はいはいはい、根がつながってるはず ですよ、ね、それを捉えられないね、うん、僕は文芸批評に喧嘩売ってるわけじゃないんだけど、でもね文芸批評、いやあの今西部先生おっしゃった通りでね、うんまあ、文学はいいと、うん、まあなんかすごく才能があってきらびやかな文学で、ただ最後のあの自決っていうのはね、うん、あまりにちょっとこうエキセントリックでね分からない、ただおっしゃったようにねこれつながってるんですよ。そうですね、で今やっぱりあのから39年経ってね本当にそのそういう意味では彼はよく文武両道っていうんですかね、武とその文がね両道って言って、
言ってたわけで、ただこれはただその個人のね、うん、あの心情だけじゃなくて、やっぱり戦後の日本人っていうものがね、うん、この文化はいいと、うん、だけど 武の方ですね、はちょっとこう遠慮しようと、まあ今自衛隊の問題出ましたけどね、うんうん、つまりその自分たちでその軍隊を持って国を守ろうとかっていうのはやめて、まあアメリカに任せして、まあ経済と文化はこうあれしようというね。三島はその文化防衛論って書いてるんですけど、その戦後の日本っていうのはね、あの昭和元禄っていうのはね、江戸時代の昭和元禄と違ってね、本当にその文化主義っていうか非常にねこういやらしいね文化主義だと。でそれはやっぱりこれがねないわけで、 武の方がない、まあ聞くと刀っていう言い方もありますよね、あのだから刀がないと、そういう意味ではね、やっぱり三島の文学と行動ですね、思想と人生ってやっぱりねつながってて、最後はあの11月25日っていうね一点に向かってね、まあ、 あの修練していったんだろうと思うんですね。それがやっぱり本当に理解されなかったと、ね、視聴者のために言うと、菊と刀っていうのは、うん、ルース・ベネディクトってアメリカの人類学者ですけど、菊っていうのはまあ日本の文化ですよ ね天皇を中心とする ね、それと同時に刀っていうのは、うん、それ要するに武士道に始まる、ね、あるいはあの日露西で言えばあれですね、はいはい、西露で言えば日本の軍隊、軍国主義的な構え方、うん、ところでね、あなたもあるでしょ、高校生の頃なんていうかな、部でもって空手でしたっけ、ちょっとやってましたけど、ね、うん、ただ富岡さんね、はい、僕富岡先生にイチャモンつけるのではないのだが、はい、実はこれもちょっと昔からあることはですけど、文武両道気持ちわかりますけどね、ちょっとねこれ案外誤解を招きやすい言葉でね、文と武が切断されていて両方やるというね、文学は文学でやる、武は武でやるというね、そういうことだとね僕名付けないところがあってね、つまりちょっと平凡な言葉だけどもね、実は文だってある場合にはそれこそあれですよ、寸鉄人を刺すみたいにね、文で人を殺す場合もあるし、逆に間違ったこと言ったらですよ、今は何もないけどいくら何言っても平気な変な時代ですけど、昔でしたらね、要するにちょっと目立ったこと言ったらそれで暗殺されたりっていうふうにね、やっぱり武とつながってたんですよね。逆に言うとね、あれ武の方だってですよ、単なる暴力じゃないんですからね、例えばでしょ、なんて武道のしきたりとか、どういう場合にどういうふうにやるかっていうね、そういう意味であれで文化を背負ってるのが武で、あるいはですね、武とつながってるのがあれで文ですよね、そういう意味でのね、そういう意味での領土だと。今おっしゃったあの文化防衛論はまた別のあれですけども、彼がですね、自分の死の哲学をね、語ったと言われている、太陽と鉄という、ね、あれ非常に難しい文章ですけどね、今言ったねこの文と武のね、一種の相互作用のようなものについては必ずしもうまく説明されてなかったことは確かなんですよね。ただまあその戦後って時代がね、これはまさにこうお互いに緊張関係を持たない時代ですよね、だから、ね、あの彼が晩年葉隠っていうね、あの、これは江戸時代に山本城長が書いた、あれもだから、侍がもうやることなくなっちゃったわけですよね、あの巡視とか監視、切腹もできない、それから仇討ちもダメっていう、だから侍のね、そのアイデンティティがなくなっちゃった時代にどうやって侍が生きるかっていうね、だからあれを三島さんもね晩年ちょっと関心持って書いたりしてますよね。葉隠れ入門っていうね書物を書いていて、ところがね、僕は今日あの三島由紀夫さんを讃えようと思ってやったにもかかわらず、ちょっと喋っちゃうんですけどね、僕昔だからその葉隠れ入門、僕リアルタイムで読んでたんですけどね、その時以来ね妙なことあるんですよ。例えばその山本城長って作者はね、武士道というは死ぬことなりと見つけたりとこういうのね、ところが、だいぶ読み進むとですね、人生まことにわずかなことなり、短いものだと、それゆえにでね、好いたことを好きなことをして暮らすべきなりとも言ってる、それを三島由紀夫さんがねこう言うんですね、つまりこっちの方が好きなことをして、まあ大雑把に読めば好きなことをして暮らせと、この間に矛盾があると。で葉隠れの面白さはね、この矛盾したことを言ってるから面白いんだっていうふうにね、三島さん言って、僕は別に三島さんをね後追いで攻撃する気なんかもうとないんだけれどもね、僕は次のように考えた、あなたどう思うかな、つまりですよ、
好きなことはね、はい、何かと好き、はい、ほん、はい、もちろん好きなこと山ほどありますよね、はい、ゴルフやったりとか、はい、たて餃子食べたりって、はい、でもね人間まともな人間でしたら最もね、はい、最も好きなことは、はい、彼の言葉で言えばその大義ね、はい、大義を見つけることが最も好きなことだと、はい、とかこれなかなか大義って見つかりませんよね、うん、そうするとね結構時間がかかる、うん、これが大義だなんて簡単に決め込まれたら、うんうん、これはまた自分も愚かしいし、ね、社会も迷惑だしね、うん、ところがねもっと本当の大義ってのはもちろん永遠に生きたって分かんないのかもしれませんから、うん、なんでこんなこと要求するわけじゃないですけどね、うん、そうするとこのいわば矛盾がね、うん、本当に好きなことはですよ、大義とは何かということを見つけ出すことだ、それには時間がかかるし、うん、議論しないきゃいけない、うん、考えないきゃいけないね、でもね大体まあこんなもんだってことが分かったとしたら、うん、ある状況がね、うん、あれです、何か訴えるためにですよ、死んでみせることが必要ならば死ぬという、うん、そういう意味であれでしょうね、うん、三島さんは矛盾って言ったけども、うん、もう一皮巡ればあまり矛盾はないことなんです ね、 そうですね、山本城長自体がね、うん、畳の上でそうそう、死んでますから、だからやっぱり生き方が死に方と生き方がやっぱり重なるっていうね、うん、なんかそういうところはあったんだと思うんですね。あと三島さんの晩年、僕は陽明学っていうね、これ朱子学から来てるんですけど、もっとね、うん、こうなかなか激しいね、なんかこうものがあって天っていうんですかね、そういう絶対者みたいなやつ、これは本当に日本でもですね、うん、江戸時代からで、ね、実は朱子学入ってきたけど、うん、余命学っていうのが一方ではあってね、結構これ行動論っていうんですかね、いわゆるあれですよね、はい、知行合一ですよ ね、 そうですね、認識と行動を一致するみたいな、ね、知行合一ですね、うん、ですから大塩平八郎なんてね、役人で米をね、うん、民衆のために反乱を起こして自決したのとか、あと西郷隆盛もそうですね、そうですね、乃木大将もね、そういうとこなんですね、純粋ですね、だからね、やっぱりそういうなんか日本人の中にある、うん、ちょっとなんていうんですかね、その潔さっていうのか、なんか行動って言いますかね、うんうん、それをもうちょっと三島さんの中にはね、そうそう、まあ、憧れがあったのかもしれないですね。いや僕にもね、実はあるんですよ、うん、はいはい、こんなこと言うとね、はい、無責任な野郎って怒られるかもしれないけども、うん、大雑把に言うと僕は体がちっこいけれども、もしも大東亜戦争のね末期に20歳かそこらだとしたらね、うん、体のちっこいことの特権もあると思うんですよ、うん、つまりね、つまり神風特攻のですね、うん、飛行機はもともと小さいわけだから、うん、僕の方が便利だってことはあって、うん、僕あの時二十歳でしたらね、うん、多分ね状況が許す限りまずあれですね、ちゃんと飛行機に乗って、うん、きちっと死ぬということを、うん、あの状況の中では選んだと思うんですよね、うん、それでね、うん、なんかあなた話してて、陽明学熊沢万山っていう人がね、はい、こうやって、ね、こう言ったんですよ、秋山さんね、はい、自称意っていうのかな、はい、これ封建のことですけどね、自称意ね、時とところと今その場合ってことでしょうけども、です、ね、昔ですから武士の時代だから暗いってその人の立場ですね、つまりね知識というけどね、知識っていうのはまあこうやって分かりやすく言えば一般に非常に抽象的なものでしょ、で抽象的なもじゃあ具体的にどういうこととなったらね、うん、時とところと場合が具体的に示されないとね、うんうん、やっぱりあれなんで言えないんですよね、うん、そしたらね時とところと場合によってですよ、国のためとか家族のためとか何かのためにですよ、うんうん、自分がね死ぬって言ったら、うん、言い過ぎだとしたら、うん、自分がこうなんていうか危険を引き受けないきゃいけないっていうね、うんうん、そういう状況だとしたらね、はいはい、やっぱり極端な場合で言うと、はい、死を選ぶっていうね、だから知行合一の中にはね、必ず死の問題入ってるはずですよね、だからそれは ね、そのことだから今から思うと三島さんが言ったことは、うん、基本的にはね、うん、基本ラインとしては言えば僕は全部正しいと思いますね、うん、ですからやっぱりなんていうかな、あと今いなくなったこう文学者作家のね、スター性みたいのはありましたね、うんうん、これはまあいろいろねあって、秋元さんご自身に結構現代アートなんかにも ね関わったり、横尾忠則さんにね、そうなんですよ、だから匠とかね、そうそう、だから今はパフォーマンスなんて言葉がありますけど ね、昔はあんまりなかったけど、うん、まあ、よくも悪くもそういう意味じゃね、はいはい、こう派手めのね、縦の階の制服なんかもね、そういうとこあって、だから子供をちょっと刺激したところちょっと私なんかそういうとこがあったんですけどね、だからそういう時代のやっぱり
ある象徴するような、ね、存在でもあったと思いますよね。僕はいささか控えめに言うとね、いろんな意味で太陽と鉄という作品もね、うなずけないところをただ残しているとは思う、うん、それから1970年がね、うん、その前の年に左翼いわゆる全共闘世代がね、はいはいはい、なんか新宿駅に火をつけたりのことあったけども、はい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 、あ別にね、僕は昔左翼の経験ありますから、うん、出来事といえば大掛かりだけどね、うん、何大したことがない一度場面が変わればみんないなくなる程度のもんだぐらいにしか僕思ってなかったから、ちょっとねあまりにもこう過敏に出来事を受け止めすぎたんじゃないかって気もせぬじゃない、うん、けどねそんなもの全部ね帳消しにしてやっぱりね、うん、別に来賛してんじゃないんですよ、うん、やっぱすごいなっていうのはね、うんうんうん、あれですよ、自分で死ぬというね、うんうん、これをね、しかもやっぱりある程度若い時にね、45だからまだ若いですよね、これはね並大抵のことじゃない、うんね、ないというね、うん、このことの凄さっていうのは、ね、そうですよね。それで最後北条の海っていうね、ああライフワークをずっとあれ40歳から5年書き続けてね、そうでしたよね。 ですからやっぱりそういう意味じゃこう最後のね自死って、うん、これ昔の本ちょっと持ってるから、昔のこう立派なこういうね、これ暁の寺っていう北条の海第3巻なんですね。今こんな本はね、出ないですよ、出版社からこんな想定の本がね、こういうのが当時やっぱり出てね、これそれだけやっぱり、なんて言いますかね、影響を与えたような、皮肉っぽい言い方するんですけど、現代例えば三島由紀夫さんと鳩山由紀夫さんが同じ名前なんですよ、弓月も。あ、そうですね、雪そうなんですよ。で三島さんはこういう自決の方向、もう一人は UFO とか言ってこっち行っちゃってこっち行ったり、なんか本当にこうなんだか要は蛍みたいでさっぱり分かんない、風緑みたいで、まあ三島さんが生きてたらね、まあどう思うかこれ別にして、なんかちょっと皮肉に取り合わせたい見たい気持ちもしますね。三島があそこで自衛隊に行ったことをね、40年経ちますけどね、全然変わってないんですよね。自衛隊もアメリカに頼ってるとこも分かんないし、そういう意味じゃ40年がね、本当一日のごとく過ぎてしまってですね、私もあっという間に50過ぎてしまってですね、さてどうするかっていうね、そんな感じですね。バルコニーですいません、三島さんが成長せよ、成長せよっていうのがね、もうものすごく耳にこじれちゃって、みんながそれをわーっとね、なんかやじってるような感じなんですけど、あれどうなんですか。いやいや、自衛隊がやじってて、自衛隊がね、ちょっとね、もう時間もないんでね、自分の意見で締めくくらさせてもらうと、このことを逆に言うとね、例えば生きるってね、生命か、今みんな命は大事なんて言ってるけどね、生命を最高の価値にしてしまうと、実はね恐ろしいことが起こるんですよ。状況によるはね、僕が生きるためにね、秋山さんを裏切るとかね、富岡さんをダマくらかすとかさ、あそこに救える人をなんて見過ごしにするとかね、生きることを第一の価値にしちゃうとね、何でも許されることになるんですね。それをね、三島さん分かってて、虚無っていうのかな、なんて大事なことなんかこのようにありゃしないのさと、生きてればいいのさってね、このことを否定するためにもね、いざとなったら死ぬ場面、自分で死なねばならぬ場面があるだろうと、これをね、実はきちっとやったのは日本の武士道だけだというふうにね、褒めたたえてくれているあるフランスの文化人類学者がいる、なんだっけ、モーリス・パンゲね、これ実は本当に日本だけでもないんで、外国にもね、ギリギリのところではね、やっぱり大事なことを守るためにね、やっぱり死んでみせる、死なない、死亡とかね、向こうもそういう精神がありますからね。だからそういう意味じゃね、かなり普遍的なものなんですね。だから三島さんの個別の死をね、褒めたりけなしたりってすることじゃなくて、人間がそのね、いくら来たって必ず死ぬわけで、それをね、単にですよ、病死とかね、何かに任せるか、あるいはそのそうではなくて、死ぬべき時には死んでみせるという気持ちをずっと持ちながらえるかっていう、まあ、そういうことが問わ、そういうことを彼は問うたんですよね。そう考えるとすごく大事なことです。ということでですね、MX の視聴者の皆様、三島由紀夫のことは、もう39年も経ちましたが、突をいつ幾度でもですね、考えることではなかろうかと思います。ということで今日はおしまい。
この番組は光潤のエバーライフの提供でお送りしました。今日は富岡光一郎さんと三島由紀夫についてその語りました。次の回はですね、宮崎正弘さん、日米同盟なるものについて議論したい。今沖縄基地の問題をめぐって民主党政権がですね、元を左右する内閣の不統一をむくつけく見せつけてやむところがないと、一体日米の軍事的な関係はどうなるのかということをですね、宮崎さんを招いて議論してみたく存じます。よろしくお願いします。